こんばんばはシグマですえっと今日は映画の感想といっても映画じゃなくて、ネットフリックスの中の、えー、ドラマなんだけれども、ブラックミラー。えー、っと、もうみんな見たことあるかなその、なんだろう、こう短編のね、ちょっとブラックユーモアの聞いたい政府みたいなやつが、今シーズン6ぐらいまであるんだっけな、うん えっと、いろんなのが一話一話全然独立してるんだけれども、今日はその中のシーズン3の一番最後の6個目、殺意の追跡についての感想を話したいと思います。これ、ドラマなんだけど、これだけで1時間半あるから、もう完全に映画ぐらいのボリュームあるし、クオリティも、あの、組み立て方とかも全部含めて、 映画一本見るぐらいの面白さがあるのでまあ作品によってねそのブラックミラーの中でも好き嫌いきっと分かれると思うんだけどこれちょっと今この現代においてなかなかこう迫るものがあるんじゃないのかなっていうやつでえっとちょっと今日もネタバレありで話したいので途中でちょっと言わないでと思ったら動画止めてネットフリックス見に行ってください。 まあもう見たことある人やまあ見る機会ないかなっていうのはちょっと話だけ聞いてほしいんだけど、この殺意の、ね、追跡っていうドラマは近未来の話で、ある時にこう特定の人たちが突,突然死をしていくんだよね。で、この自殺のように見えるんだけど、自分で自分をこう切り裂いていくっていう死に方をすると。 でどういうその特定と言ったけど、どういう人が死ぬのかというと、まあ出現した人とか、こうみんなから嫌われたりこう、悪態ついた人たちがある時にみんな自殺していくみたいなあの事件が起きて、でもそれをこう調べていくと、どうやら自殺ではなくて、体内に小型のドローンが入ってきて、それが通学を刺激するので、それを取り出そうとして自分を切り裂いてしまうっていう。 ことが判明しているでまあこのドローンを今度追っていくと何かというと、えー、例えば現代でもミツバチってさどんどんいなくなってどこにどうしていなくなっちゃったかわからないいろんな説が出てるけどミツバチがいなくなってってしまってそうなると今度植物を受粉させる力がなくなってしまうから今問題になってると思うんだけどまあこれはそのテーマも引き継ぎつつ。 あの蜂の型の自立型ドローンを作っている会社があって、まあ、蜂型のドローンでま受粉させるという目的そしてその蜂がまた巣みたいなところでさらに自分のコピーを作っていく自己増殖するみたいなね、まあ、そういう,こう蜂のドローンドローンというのが自立ドローンを作っている、まあ、テクノロジーの会社に行き着くわけなんだけど それを調べていくと、どうやら、その群れの中の一匹だけが別行動して、その特定の人物を殺しに行ってるっていうことがわかるわけ。うん。そしてそれが、どうしてその人が選ばれるかっていうと、どうやら SNS で、こう、みんながその人を叩いて、あの、みんなの、ま、殺せとか、あの奴いなくなれみたいな言葉で、こう、ベスト10、ってかベストテンじゃない、1位になった人が、ある時期に殺されると。 まあ、すなわち、デスノート的なものでね。みんなで、あの、投票して、あの、悪いやつっていうのを、あの、こう、ドローンが殺しに行くと。で、そのこともデスノートと一緒で、ちょっと公開されていくわけ。あの、みんなで相違があれば、その悪い人物を、あの、消していくよと。なので、まあ、みんなもどんどん書き込むようになるんだけど、 まあそうなると警察側もさ、そんなあの殺人事件を放置するわけにもいかないから、次の標的を守ろうとするわけね。まあ出現したり、こうひどいこと言ったりして、みんなからこうね言われてバーっと炎上したトップになった人を、まあ警察が守ろうとするんだけども、あの、守りきれない。まあそれと並行して、この言うテロをしている犯人を、エンジニアを特定していこうって言って、 見つけ出すわけだけどもう、ね。まあ、その犯人が残した、うん、隠したものとかを暴き出すわけなんだけれど、実は、あの、この話って、次のステップが強烈で、まだ見てない人は知らないよ。言っちゃうよ。あの、実は今度は、その、みんなから、 嫌われてた人を殺すためのテロではなくて、その反対に、今まで一回でも死ねとか、あの、消えてなくなるとか、そういうことを書き込んだ人たち、全員に向けて、今度その蜂たちがバラバラになって、同時に殺しに行くっていうところで、それがその目的だったんだよね、このテロ。 だから結局みんなは自分たちが吊るし上げた人間悪人を消していけばこの世界は良くなると思って調子に乗って書き込んでたんだけどその犯人からテロリストからしてみればそういうことを書き込んでいるやつらの方を全滅させないとさせることの方がいい世界だと思ってたっていうのにこまんまと乗っけられるっていう話。<laughs> うん、それがすごい面白く描かれてるからあの、見る気なかったけど、ちょっとこの話を聞いたら見てみようかなって思う人がいたら、絶対あの後悔しない面白い作品、よくできた作品なんで、あの見てほしいなと思うんだけど、いやでもこれさ、何が怖いって、こう、今でも戦争でドローンですごい使われるようになったじゃん、自律型のドローンとかも。でも、この、 あのドラマに出てくるみたいに小型の方が怖いね。八ぐらいのサイズとかなってくると、もうあらゆる隙間から入ってくるし、ある程度大きいとさ、近づいてきたことも分かるし、撃ち落とすこととかもできるけど、あれ、どんどん小型化してって、ね、ハエとか八ぐらいのサイズで近くに来て爆発するとか、体内に潜ってから爆発するみたいな、多分そういうのもできてるんだと思うね。できていくと思うんだけど。 あり得るよね、そういった脅威っていうのがね。そしてまた、この、まあ、映画の中にあるように、うんまあ、これからのテロの一つとして、テクノロジーをね、AI とかテクノロジーを使ったテロっていうものも起きてくるだろうと。でまあ、今までのテロだと、まあ、その自分たちの主張を知らしめるために、わざとそういうことをしたりとか、 えっと、言っても変わらないから力で訴えるとかあの聞いてもらえないから何かするとかそういうものはあったと思うんだけど、うんとまあ、これから先においては、うん、そうだねその自分の意見の主張を通したくてするっていうよりも まあ粛清したいっていうような気持ちで、まあ、こんな世界は滅んだっていいというような形で、ね、頭のいい人たちが、まあ、テクノロジーを使ったテロに踏み切ると。まあ、悪意からではなくて、行き過ぎた善意からそっち側に踏み込むっていう可能性も十分にある時代だよね。うん。まあ、あの、まあ、これはまた別の機会にね、話すけれども、 よくさあの、絵画とかにスープをかけたりする環境のテロリストたちがいるじゃないで、ああいうのって結局人がやったものにを使って注目を集めてるんだから、あの、話にならないっていうふうに、まあ、思うよね、普通はね。もちろんそうなんだけど、まあ、彼らの問題意識からすると、うん、その自然環境が壊らされていくっていうことの方が緊急であって、いくらそれを、あの、 言葉を使って、正当な手段を使って広めていこうとしても、全く止まらない世界というのを実感してしまうと。だから、ああいうことをやって、実際はまあ傷つけずに注目を集めたいと。もちろん、これ逆効果だと思うんだけどね。ただ、そういう衝動って、例えば、今回のパンデミックの時に、人々が移動しないことによって、ちょっとびっくりするぐらいこう環境が回復した。 するわけだよねそうなると、長年かけて、人生かけて訴えできたことが、一回のパンデミックでこんなにかなっちゃうってなると、やはりそういった、あの自分が悪人になってもあの、この世界を壊れるのを止めなければいけないというような人たちが現れてくる時代だと思うんだよね。うん。まあ、それはその、本当に、 ああ耳を傾けたり、本当に何か人間が変わるってことってほとんどないから、もう自分のことだけみんな考えて生きるんで、どうしてもそっちに流れていっちゃうんだろうね。うん。まあだからちょっとこのね、あの、ブラックメアの殺意の追跡っていうのも、まあ、皮肉が込められてはいるが、うん、で今のね、最近のこう、炎上して叩いて、炎上して叩いてみたいなものの、うまく、 捉えたあの話だねということで、えー、今日のおすすめいや映画の感想「ブラックミラー」のね、えー、シーズン3の6話目最後の「殺意の追跡」という話でしたうんちょっとなかなか考えさせられるのでぜひぜひ見てみてくださいじゃあねまたお会いしましょうバイバイ